トイックの語学学校に、トイックの語学学校教えるようになってからの方が英語を喋れるようになりました。日本語が出てこない。Hello there! 始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、またおいでいただきました。ありがとうございます。はい、ちぐさ先生、用意していただきました、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、もう一回ごめんなさい。あ、みんな、もうそれで言っちゃった。言っちゃった。Hi everyone! It's me, ちぐさ。ちぐさ先生のチャンネルも貼ってありますので、あ、ありがとうございます。チェックしてみてください。はい、今回はですね、ちぐさ先生がどうやって英語を勉強してきたのかっていうのを聞きたいんですけど、はいはい、まあ普通じゃない経歴というかですね。勉強してない。してない。勉強してない。どんな感じで英語やってきたのかです。ただまあやっても面白くないんで、はい、英語の単語を使わないで喋ってもらおうと思いますので、はい、私が英語を喋れないってことですか。そうです。英単語を使っちゃダメよっていう。了解。それでまあ固有名詞は OK ですから。はい。それ以外でカタカナ語を使ったら、うん、分かった。もともとどうなんですか？日本で生まれ育った。そうです、純日本人で、はい、先生って言われると結構大学出てとか思われがちなんですけれども、はい、私高卒です。おうおう、高卒ですし、まあ、勉強をいかにしないかっていうのを常に考えてきた。じゃあ勉強自体は嫌い。うん、嫌い。なるほど。じゃあどうして英語に目覚めたのか。高校卒業して何しようってなるじゃないですか、うん、で英語喋れたらかっこいいなと思って、ほうほうほう、まあ、バイトしてお金を貯めて、うんうん、バイトは OK かな、まあまあ英語じゃないバイトは大丈夫、英語じゃないから英語はちょっと違いますからね。違いますから、はい、あ、僕はいいのか言ってですね、そうです、そうです、はい、こちらです。タイムショップですかね、バイトはね。そうです、バイトは違います、英語じゃないので、ドイツ語OK です、はい、バイトをして、まあ、お金を貯めてカナダのバンクーバーの方に飛びました。ほうほう、うん、バンクーバーにしたんですか。バンクーバーに、バンクーバーにどうしてしたんですか。ずるい私も言いたいそれずるい。え、バンクーバーにした理由は当時安かったから、比較的イギリスとかと比べると安かったのでそこに決めました。でも行ってみるとすごい住みやすい街だったので、それで良かったなぁとはすごい思いまして、今でも大好きな街です。語学学校に、はい、語学学校に行きました。トイックの語学学校に、はいはいはい、トイックの語学学校、はい、潰れました。潰れたんですね。いや、トイック学校っていくつかあるってバンクーバー。あの頃はすごいいっぱいあったんです。いっぱいあったんですね。いっぱいあって、まあ、毎月のテストか、テストはもうしょうがない。試験が。テストっていうね、もう英語ブーって毎月あるんで。はい。じゃあ本物のトイック。わからない。わからない。わからない。それはもしかしたら学校内で。学校内でやってみました。でも受けてない。受けてない。行かなかった。行かなかった。テストを受けに行かなかった。はい。あらららら。語学力がなかったので学校に行ってもわからないことが多すぎて最初楽しくなくって、そうです、ね、サボり癖がついちゃって、はい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 、で、まあ暇だからコーヒー飲む。ひぼりコーヒー、コーヒー、黒い汁ですか。黒い汁、飲みに行こうと思って、苦いやつ、ね、苦いやつです、うん、苦いやつを飲みに行ったりとかして、そこのどこに飲みに行ってたんですか。お店お店に行きまして、黒い汁が出てくる、黒い苦い汁を飲みにお店に行って、はい、そこの店員さんとかお客さんとか毎回いるから、はいはいはい、こいつ何者だと仲良くなって、はははそれで英語を話すことが多くなった。なるほど、そういうのでできるようになってった、ね、はい、学校の思い出ってだからあんまり実はない。おー、そうだったんですね、はい、ほとんどカフェショップにいることのとか、国が違う友達、あ、はいはいはい、とよく遊んだなっていうのは思い出にはあります。で、なんかあんまり焦らなかったです。英語を学びには行ってるんだけれども、うん、友達と喋りたいから英語を使う。買い物に行って買いたいものを出してほしいから。いや、私のこの
大きさじゃないからあ、この大きさじゃないから、服がこれ大きさじゃないから大きさじゃないから違う大きさの服を出してくれって言いたいからとか、試着をしちゃ試着をしたいから英語を使って伝えたいとか。なるほどなるほど、そこで使えるようになってたわけですね、うん、そうですね、だからツールとして、え道具として使う、なるほど、うん、っていうのであんまり焦らなかったし、買えないものが買えない時の方が焦りました。なるほど。はで、どれぐらいいたんですか結局。5ヶ月ですね。あ、5ヶ月で。その後は日本に戻ってくる。はい、お金が尽きちゃったので。へえ、5ヶ月買い物ばっかりしててうん、遊んで本当は6ヶ月の予定だったんですけど、はいはいはい、ちょっと早く。でその後どうしたの。その後はもう英会話スクールで、すぐにスクール行ったんですね日本の英会話学校、英会話学校に勤務しました。日本語が出てこない。管理者この管理者としていました。先生ではなくて、先生でマネージャーみたいな形ですね。そうです、はい、管理者して働き始めたわけですね。そうです、そうです。なんで通ったんじゃなくて、もうあのコミュニ何コミュニティあの共同体聞き間違いだと思うあの外国人の先生とは普通にお話はできる程度の英語だったので、コミュニケーションは取れる、ね、取れてたので、はい、あのまあそれ5ヶ月でそれぐらいの力は手に入れたので、まあ英会話教室で管理者として、教室で管理者として働きました。ほうほうほう。なので基本的に勤務時間は英語。ああ、なるほどなるほど、うん、で自分で教えようと思ったのは、教えたいなっていう気持ちにもなったので、先生として今度はちょっと勉強をして、喋れるから先生になれるかって言ったらそうではない、そんなことないですね、はい、ので先生になる勉強をして。え、どうやって自分で。独学です。独学したんですか。はい、独学で、まあ、そこで働いてたので、はい、その先生のやってるレッスンを見させてもらって。何を見たんですかその先生の授業を見させていただいて、はいはい、勉強させてもらったりとか。そこを辞めて子どもの英会話教室の先生だったりとか、あとは教育委員会から依頼がありまして、小学校で教えていただけないかという依頼がありまして、小学校で5年ぐらい英語の先生として働いて、そこから独立に。そうですね、教えるようになってからの方が英語を喋れるようになりました。ああ、なるほど、はいはいはい、うん、よく日本に帰ってきたら、留学して帰ってきたら英語力落ちる方いっぱい、どうやって聞いてどうやって保つ教えてくれた優しいどうやって保ったらいいですか、はい、っていうふうにおっしゃられる方多いんですけれども、はい、仕事に就けばいい。なるほど、うん、使わざるを得ない状況にする。はい、でフォニックスもできるようになったし、はいはいはい、発音も多分帰ってきてからの方が上手になりました、うん、日本でちょっと。そうですね、まあ自分が結婚して子供を産 生まれた子供を産んだのもあって、子供に教えてくれっていうオファーが、はいはい、何かがやってきたんですか。そう、依頼がたくさん保育園からも入ってきて、はい、それからどんどん教えるようになりました。なるほど。学校を作るのは公民館とかって分かります。日本の公民館ですね、コミュニティセンターではなく日本の公民館、地区会館みたいな、そういうところで教えてたんですけれども、生徒さんが増えてきちゃったなくて場所がないから、はいはい、っていうので自分で。あ、金だとはならないです、ならないです。人数が増えちゃったので、あの駐車場の問題とか、あ、なるほど、いろいろ近所にご迷惑がかかるので、自分で教室を抱えてやった方が、なるほど、はい、いいなっていうタイミングで。まあだから最初はにいいなっていういいなと思う瞬間YouTube はどうしてやっぱ YouTube は一度セミナーをし、あ、一度対面授業を講習とか、ね、講習会、ね、はい、はい、講習会をしまして、はい、その時にフォニックスをちょっと披露させていただいたら、まあ、詳しく知りたいっていう方がたくさんいらっしゃって、
時間が限られてたので、はいはい、動画で作りますねって言って YouTube に上げたのがきっかけです。今やオンラインでもねやってますからね。そうですね、オンラインの方でもわざとでしょ、絶対わざとでしょオンラインって何ですか。オンラインインターネットも使えない。そうですよ、電波電波で電波で、はい、光の速さで飛んでる、光の速さで飛んでる、飛んでる電波で英語の授業をしています。ぜひぜひ中佐先生のチャンネルをチェック。チャンネルって何ですか。あ、番組かなんて日本語で言うんですか。放送局、ちぐさ先生の放送局、訪問して訪問していただけたら、訪問して見ていただけたら、はい、嬉しいなと。はい、今回はですね、英語の先生に英語を喋らせないというですね、とんでもない企画で、もうめっちゃ意地悪You so mean え、何ですか。終わったからもういいよYou so mean Alright, bye bye. Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.